はいどうも翔平 TV です。本日はですね、トトさんに今日は軽くピッチングを、受けていただきたいと思います。なぜならもう今親近感すごい湧いたところがあって、アクティブームよく僕が動画出してると思うんですけども、アクティブームのイニシャツ着てらっしゃるんですよ。青のやつ始まってますこれやっぱ YouTuber の影響ですか？あ、そうですね、見てる、はい、いろんな YouTuber のですよ。 YouTube の力はすごいです。僕もそういう宣伝隊長やらせてもらってめっちゃ持ってるんですけど、みんないいって言ってます。半袖と長袖両方買ったんですか？完璧です、これはアクティブームの社長さん見てますかこれが YouTube ですよ。大阪から、この島で。大阪からですか？はい、大阪に、ってことは桜井スポーツ桜井、ネットですか？買ったのはネットですね。ネットですか？はい、一応スポーツ桜井さんって、はい、そこにも売られてるんですよ。はい、休憩の間、加藤さんに受けていただきたいと思います。はい、ちょっと僕肩あんま今調子悪くて、はい、痛めてて今そのリハビリ中なんですけど、ちょっと軽く動画でお見せだって今スライダーに出してもらおう。はい、本当ですか？あざす、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 マジですか？いただきましょう。投げやすい、投げやすい。臭いって言ってます。はい、というわけで少し受けていただきましたが、はい、ちょっといきなりですいません、はい、感想の方をちょっとお願いします。まっ、あ、すぐ勢いほとまったんですけど、サードコースいっぱいのボールで、はい、久しぶりに投げました、はい、ずっと不安だったんですけど今日して本当にもうあまりにも投げやすかったんで思い切っちゃいました、はい、スライダーは多分ちょっと拝見させてもらったんですけど、はい、ちょっとリハビリ中とか あんまり良くなかったっていうのは伝わりました。そうだったんですけど、まだまだね、はい、伸びしろが、伸びしろですね。うん、急に入ったな撮ってるんが本だってことも多分みんな知らんの全然わからんと思う。カメラアングル最高です、はい、で、ツーシームの方は、あ、ツーシームでも握りいったんで、はい、なんかよくスライダーもツーシームも、はい、曲がりが早いって言われてます。あのツーシームは全然いい感じ、曲がる感じですか？落ちる系が重くて、あ、落ちる系ちょうどですか？わかりました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあお召し上がりください。ありがとうございます。さあ、ショートには翔平 TV が
さあ、2イニングキャッチャーやりました、やってましたね、もう様になりすぎてて松本くんってことに気づかなかった。溶け込んでますね。いやいや、ありがとうございます。いや、どうでしたか。いや、気持ちいい。いや、その振りではなかった。面白いですけど、いや、なんか、夢のような、キャッチャーから見るっていうのがね、すごいです。全部見えるし、カワプロくんのあのゲームじゃないですけど、なるほどなるほど、あの感じですか、すごいですね。自分で立ってる、確かに一番いい。エグいっす。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。最高ですよ。最高です、ね、した最高ですね。伸びてないですね。最高ですね。詰めてください。ねえねえねえ、いかにも取ろうか。早く詰めましょう。横幅詰めてください。か寝ればここに寝れば、じゃあ3月になりました。あ、ログラデートお願いします。あ、動画です。そっちからお願いします。はい、次に行きます。1、2の3、はい。じゃあこのカメラもう1枚いきます。1、2の3、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。
今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。